平成合戦ポンポンコの話だ、ね、割とね一見自然保護のテーマのアニメに見せかけて実は高畑勲の社会運動いわゆる労働争議運動の映画に見せかけて実はそのファンタジー批判の映画だというふうな話を大雑把に言うと今日します。 この冒頭の5秒か10秒ぐらいのシーンめちゃくちゃ大事なんだけども割とねあの見逃してると思う一番最初はねこのタヌキも映らずに真っ暗なんだで真っ暗の中で子供たちの掛け声があると「タヌキさんタヌキさん遊ぼうじゃないか」っていうとこれがポンって映るんだ「今ご飯の真っ最中」って歌が返ってきて「おかずはなあに梅干しこうこ、ウひと切れちょうだい」って言ったら「あらあんたちょっとがっつきね」っていう。 ちょっとずつアップになるんだけども、タヌキが現れる。このタヌキはあくまでリアルなタヌキ。この時、このタヌキホンダヌキっていうふうにこの作品の中では言ってるんだけど、本当のタヌキだね。まっすぐカメラ見ていなカメラ目線になってるんだよね。ここが最初のポイントで、このなんで一番最初にタヌキ映してでこの歌があってここでタヌキがカメラ目線になるのかっていうのをやっこれがわかれば。 実はその平成短期合戦ポンポコってかなり分かりやすくほぼ全部わかると思うんだよね。このシーンには2つの意味があるとタヌキさん遊ぼうって言ったらご飯の真っ最中って「おかずは何?」ってタヌキに聞いたら「梅干し孝校、梅干しとお孝子お漬物だよ」って言うと「ひと切れちょうだい」って人間が言った「あらあんたちょっとがっつりね」って「あらあんたすごい欲張りね」ってタヌキに言われるっていうわらべ歌なんだけども。 タヌキのテリトリーである野山を人間は「ひと切れちょうだい」と言って少しずつ少しずつ奪い始めて人間の危険性に気が付かないタヌキが油断しているうちにタヌキが住む場所を全て奪われてしまうというお話だと。 その話なんだだから「あらちょっとガッツキね」っていうのは人間とはなんて欲深いんだろうっていう意味なんで平和に生きてるタヌキがその人の良さにつけ込まれて全てを奪われていくというそういうお話ですよというのがもう冒頭のこの10秒間ぐらいで言ってるわけだよねこれはわかりやすいこれはもう本当にあ高畑勲だから一番最初から意味があるんだろうなと思ってみたら割とここの部分はわかりやすい話なんだけどももう一つの意味なんでこのタヌキが「 真正面のののカメラ目線になるのかっていのい。うは、ね、めちちゃゃく難し実はこれね最後まで見ないと分かんないところがあるんだ平成たぬき合戦ポンポコっていうのはすごい誤解されている作品であの最初にも言ったけども自然保護アニメだと思ってる人もいればいや社会運動を託してるんだとかというふうに思ってる人もいるんだけども実はメインテーマの一つが哲学というかね認識論に近いんだよね。あのハイゼルベルベのの不確定性原理っていうのを、 アニメで展開していると何かって言うとタヌキは人が化けると思って見ていると化けるっていう話なんでこの冒頭のタヌキは野生動物なんだけどしかし人が話しかけることによってファンタジーのタヌキになっていくと人間がタヌキって化けるんじゃないかと思うと化ける喋るんじゃないかと思うと喋るとそういう風な話なんだ。 しかしそういうファンタジーのしゃべるタヌキ化けるタヌキいうのはこの日本に数百年間生きてきたんだけども誰も信じなくなったことでただの野生動物として滅びつつあるっていう大雑把に言うとそういうお話なんだけどもこれねここだけ言っても岡田斗司夫のなんかこう妄想っぽく聞こえるので後でゆっくりと証拠を出しながら話していくね。えー、まあ岡田斗司夫は何言ってるんだろうと思うんだろうけども認識論っていうのはそんな感じになるんだけども。 これを証明するためには蛍の墓と同じくラストでカメラシーンになるシーンがあと2回あるんでこの何でカメラ目線になるんだっていう2回とこの冒頭のやつと組み合わせるとやっと一つの話になりますんでここを押さえれば平成短期合戦ポンポコのテーマの一つが認識論でありファンタジー論それもアンチファンタジー論であるとわかるんだけどもこれを説明する前にまずは先週予告した謎解きというのをしようと思います。 えー、なぜ、宮崎駿は平成たぬき合戦ポンポコの本質は僕が思うに平成たぬ合戦ポンポコっていうのは何かっていうとお話としてはブレーードランナーなんだよで。対して平成たぬ合戦ポンポコっていうのはどんなことかっていうと「たぬきさんたぬきさん遊ぼじゃないか」と呼びかけることによって僕らはたぬきを無意識に人間扱いすると。 で単なる野生動物が人間が好きで人間の文化に憧れていたずらする不思議な存在になっちゃうとで呼びかけられたことによってタヌキになってしまった。 ギジサピエンスとしての存在は人間になれない人として悲しい運命をたどっていくという、まあ、レプリカントの物語だと平成たぬき合戦ポンポコというのはブレードランナーと似てるという話をしてるんだけどもこの正吉は子供の頃から人間の生活に憧れてきたたぬきであって夜中に一人でなんかブランコに乗ったりあと人間のひな祭りを見てて羨ましそうにしてたりしてとにかく人間に憧れててなりたくて仕方がない。 しかしこの小吉の友達の体がでかいおっさんみたいな顔をしたゴンタっていうタヌキは俺たちの住みかを奪った人間を殺すっていうふうに過激な行動をとるし幼なじみのポン吉っていうのは人間とこのポン吉のタヌキのまま暮らしたいっていうなんか気持ちをずっと小吉は分からなかったって後で言うことになるんだけどそこに降って湧いたのがタマニュータウンの開発。で小吉は、人間研究といいう言い訳のに、 な人人間間を勉強して、にななろうとすると。なので小吉は春になってタヌキの発情期がやってきてもメスタヌキの恋人の器用に僕たちはいつまでも清らかな関係でとかって言い出すんだよでこの辺りは近代主義というかキリスト教主義なんだよねあの人間観理性で振る舞うことが人間らしいということでタヌキ的な本能を抑えてより人間的に理性的に振る舞おうとしてしまうんだよね。それぐらい、吉っていうのは、一生懸命、タヌキである自分を否定して。 人間になろうとするんだけどもいくら将棋が人間になりたくても人間はたまに歌うタが大事だからタヌキたちはゆっくり絶滅に向かっていくとタヌキが化ける力で人間を怖がらせようとしてついに過激派のゴンタたちは工事現場で人間を3人ぐらい殺すんだよね何人か重傷を負わせてしかしブレードランナーのレプリカントの反乱と同じく たぬきの反乱も、全く社会を動かさないんだよ。結局、デッカードと同じく、小吉も恋人の寄与と逃げて、隠れて、社会の中で暮らすことを選んだ。と。こういうふうに、ですね、そのブレードランナーとたぬき合戦ポンポコって、実はかなり同じなんだけど、も、やっぱり違いは何かというと、高畑演出が深刻にならないように描いていることなんだ。このたぬきたちの人間になりたいという憧れと、 その憧れを見ても「あタヌキだ可愛い餌与えたい」というそんなことしか思わないそれを思うだけの人間とのすれ違いがねこの切なくてまあこの辺りがその。 が泣いたつのこの1つ目の話はなんで宮崎駿が泣いたかなんだけどももちろん宮崎駿は自分の青春時代の労働運動とか社会運動の育成が残酷なまでにタヌキの中に描かれてるから感動したのかもわかんないでも宮崎駿ね実は一番泣かせるのって一途ないじらしいほどの思いをまるで分かってあげないド S。 に対して、いつまでも思い続けるドエムの純情というのが、もう宮崎さんの泣きポイントなんだよね。まあ、それはね、高畑勲に認められたくて、でも相手にしてもらえない。宮崎駿自身と、まやっぱ重なってくるんだよ。で、しかし、高畑勲はそんな宮崎駿の思いを知ってか知らずか。この平成たぬき合戦ポンポ、こう、どんどん宮崎駿を傷つけるような作品にしてしまうんだ。例えば、高畑勲をポンポ、こうアンチファンタジーとして作ってる。 アンチファン,タジファンタジーっていうのはこの世界の中ではありえないような例えば冒険とか魔法とかさドラゴンとかさそう本当はないものをまるで存在するかのように描くわけだ宮崎駿得意だよね本当は存在しない飛行機械とかさ本当は存在しないような何かこう谷底とかそういうのをものすごい描くのがうまいじゃんでも高でいそうそれを真っ向から否定するなんでかというとこんなねファンタジーなんての嘘のの世界を信じさせるファンタジーっていうのは 確かに、ちょっぴりだったらいいとちょっぴりだったら子供に与えて大人も信じてそれで気楽になるんだったらいいんだけどもこんなに世の中に溢れたら逆に害毒ですよっていうふうにこのポンポコの前ぐらいからずっと言い出してるんだよね。 例えばそのかつての夢のない世界戦後の世界とかだったらアニメーションというのは子どもに夢を与えるでそういう貧しい時代であればファンタジーというのは有用役に立ついいものであるとしかし今や街の中にファンタジーが溢れていると親は子どもにサンタクロースを信じさせようとするしディズニーランドの宣伝はいつまでも夢を忘れないように信じようというふうに言っていると。 そんな、もうこの世の中に過剰にありすぎるファンタジーはこれ以上自分たちが作ってどうするんだそれはもう世の中に砂糖がみんな痩せてて日もちだった頃には甘いものは良かったかもわかんないけど今更砂糖をどかどか入れでももう甘いもの中毒になっちゃってるみんなは甘いもの甘いものファンタジーファンタジーっていうふうに求めてしまう。何より、宮崎アニメこそ見てる人が。 その宮崎アニメのすごい技術才能によって見てる人がそれの存在を信じてしまうという超一流のファンタジーそれにね高畑勲はこのポンポコでノ、NO、ーを言ったわけだもうねこんなもの溢れすぎて害得だと言ったので宮崎駿に対する本当にかなりアンチの感じが入ってるんでねアンチの感じっていうか例えばこの妖怪大作ってねタヌはいろんな妖怪を生み出すんだけどもその中にジブリのキャラも混じってると。 まあジブリキャラがこの間も言ったように書いてるんだけどもしかしこの妖怪大作戦っていうのは結局社会を変えることができない人間たちに面白かったねと言われるだけなんだタヌキにとってはこの妖怪大作戦をすることで人間たちが多摩ニュータウンを作るのをやめるっていうのを期待してたんだけどもそうじゃなくてただ単に人間に面白いねと言われるだけだったとこれは社会を変えよう合言葉にアニメを作ってきた 宮崎駿、高畑勲時代の東映動画とか。その地をまともに受け継いでるスタジオジブリの全否定なんだよね。そんなものを作っても、例えば風の谷のナウシカである、隣のトトロである。子供たちは。もっとみんな野山の中で遊んでくれと、天空の城のラプュタで言ったように。大地と一緒に暮らしてくれと言っても、子供たちは。うわー!」って言って、喜んで映画館に殺到すると。親は D. V. D. を買って。 毎日毎日見せると「宮崎さんありがとうございますうちの子は『ラビタをテレビで見せてるといつもおとなしくていい子になるんですよ」ってこんなことが起きてしまうとそれもあの高畑さんにしてみたら自分のキャラの太子はこの百鬼やこのキャラクターの中で時代にちゃんと沿って進んでるのに宮崎キャラだけ時代に逆行してるという書き方。これが、俺のキャラは少なくとも。 ファンタジーだけでなくて現実っていうのを踏まえてるから前へ進んでるんだけどもお前のキャラは結局全部後ろ向きだというこの言い方だよねあの今の子供たちに素晴らしいファンタジーを提供するっていうのは害になるだけと,という高畑の強烈なメッセージがこのジブリキャラ登場シーンに表れてると出なかったらねこんなものを出すはずがないんだよねで押井守が なぜ平成たぬき合戦ポンポコは自然保護がテーマなのに自然を美しく描かないのかとなんでこう美しく描かないのかと言ってんだけどこれもねあの分かると自然を過剰に美しく描くっていうのは高畑に言わせれば人工甘味料なんだよね。ちゃんと描いたら自然っていうのは美しいしそれで美しいと分かんないんだったらそいつの見方が悪いってことになる。 そうじゃなくて宮崎駿をやってるみたいに例えば木の雫とか苔の上を伝う雫をこう描いてそれでもって美しく見せたりもしくはそのししがみが地面を踏んだらそこから花が咲くそれが美しいといってもそんなシーン実際ないじゃんとそれは人工の美しさであって自然の美しさではないとそれで自然を美しいと思った子供が自然にいたらどう思うのかジブリみたいじゃないじゃん もっとジブリみたいなところはないのもっとジブリみたいなきれいなところはないの世界の絶景みたいなところにいてわわまるでジブリみたいだと喜ぶようになってしまうとこれが果たして自然を美しいと言ってることになるのかっていうもう本当にね本質的な大批判するんだこれしょうがないんだよ高畑勲っていうのは別に宮崎駿だけじゃなくて自分が以前に作ったものも全員否定して常に新しいもの新しいものというのを作りたいのが高畑勲それに対して、宮崎駿は、 常に自分がやってきたことっていうのを半分否定しながらも、常にもっとすごいのを作ろうもっとすごいのを作ろうというふうに上に乗っける乗っける型の作家だからやっぱ違うんだよねちゃんと描けば自然は美しいんだから普通に描くだけでいいとそれをセルの動きは水滴でもっと美しく見せようというのはかえって本物の自然の美しさっていうのを幻滅させてしまうと。 まるでジブリの世界みたいな美しいというのは、決して褒め言葉ではないよと、我々が大衆に嘘の美しさっていうのを与えすぎたから、みんなジブリとの比較でしか自然を語れなくなってしまったと。と共産主義者的に言えば、宗教はアヘンだというテーマがあるんだけども、今やファンタジーはアヘンだと。アニメを作るものは、アヘン中毒から観客を救い出すべきだ。 それはジブリのお財布を支えてきたジブリでちゃんと稼いで高畑さんに飯を食わせ高畑さんに作品を作らせてあげた宮崎駿の仕事を全否定しているようなもんなんだけどもところがですねなんで宮崎駿が泣いたのかっていうとこのね全否定がね 嬉しかったんだよ。やっと高畑さんが戻ってきてくれたと。くれないの豚を作ってしまった後、宮崎駿はマルク主義者としてですね、そういうのはな、人間同士でやんな。俺はファンタジーで構わないよというふうに、ちょっとキザに逃げたところがあるんだよね。しかし、宮崎駿が、いや、そういうのは人間同士でやんなって、ポロコロッソのかっこいいセリフで逃げようとしたんだけど、高畑さんは、おい、ちょっと待てよっていうふうに、キムタクみたいにこう止めるわけだよ。キムタクみたいに呼び止めて、 俺たちがいくら真剣にアニメ作ったって所詮客にとってはデートや家族で楽しむにしかないとみんな心が綺麗になるファンタジーばっかり見たがるイコールみんな無限にアヘンを欲しがると無限にアヘンを欲しがるでもお前は俺とお前はちゃんとアニメ作らないと駄目だろうっていう風な説教をしてくれたわけだよね。だからもうね 宮崎駿にしてみたら自分のことなんか怒ってくれないと思って戦いたのに、こんなに正面切って全否定されたら、きちんと説教されて宮崎駿はおいおい泣いちゃったと。いや、僕はそうだと思ってんだけども。だからね、だから心を入れ替えて、物のけ姫が作れるわけだよ。でなかったら、ポルコロスを作った後に物のけ姫行かないよ。あれは本当にね、大説教されてね。 心、ちょ、ちょっと入れ替えたんだよ。でも、鈴木敏夫って、そこら辺の宮崎駿の心の機微っていうのがね。 案外わかんない人だから、あの狸の登場人物たち、実は東映動画の歴史でもあるんですよ。まあ、ジブリの教科書で言ってんだそれぞれのキャラクターが誰かということがわかるように作ってある。あの中に出てきたゴン太、あれは宮崎さんだよね。特攻隊で死んじゃうのもいるんですけど。で、正吉は高畑さんだしね。映画が完成した日のことは忘れもしませんけど。高畑さんと皆さんと僕で並んでみたら、最初から最後まで泣いてたのは宮崎さんですよ。だって自分たちの青春が描かれてるから、高畑さんはそういうの得意ですよね。 というふうに言ってるんだけども、いやあのね、それもあったか分からないけどね、そんだけでは宮崎駿は泣かないんだよ <laughs>。平成タヌキ合戦ポンポコっていうのはね、ファンタジーを否定した珍しい作品なんだ。平成タヌキ合戦ポンポコ見て、いや昔はね、タヌキってね、喋って化けたんだよとか、実は隠してるだけだけど人間の中にタヌキが住んでるなんていうことを言い出す人はいない。つまりポンポコってファンタジーとして成立してないんで、あの中で描かれている世界というのは僕らにとってあるべきもの。 いいもの憧れるものに入らないんだよね。どちらかというと変なものになっているんだよね。だからどっちも人間でないものが人間に憧れて人間を憎んで人間に近づきすぎたゆえに滅ぼされる。そういう姿を描いたコインの裏表。ブレードランナーと平成短期合戦ポンポコ。は、そんな作品じゃないかというふうに思います。